はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今、第2章の途中まで来てまして、レベルが、82ですね。レベル82まで上がってます。戦士をちょっと使ってみたんですけども、重さが足りないのか、全然相撲ができないんですよね。ゴリゴリ押されるんで。なので、バトルマスターで、とりあえずやってます。で、パーティーなんですけども、僧侶、天地雷鳴士、で、パラディンですね。パラディンを、火力職にした方がいいっていう話もあるんですけども、ちょっとね、酒場にいなかったんですよ。なので、そのまんま、やっていってます。で、今日が、ここに行きたいと思います。狂天使の書の、狂ボスですね。以前ね、これ、プスゴンやったんですけども、プスゴン強いらしいのよ。うん、この中でも結構強い方に入るみたいで、上の5種だね、国ボスがそんなに強くないらしくって、今日はこれをね、倒してみようと思います。アラグネが、一番弱いみたいなので、アラグネから、行ってみましょう。それでは行きましょう。あー、雑魚敵連れてるんかい。ちょっと待って、おいおい、毒になった？あ、大丈夫？まずは雑魚からだよね、こういう時って。あ、雑魚弱い弱い弱い。雑魚いける。オッケー。あ、で、こいつは相撲でなんとかなるか。あ、いや全然押せないわやっぱり押せないね。うん、バトマスはなんかやっぱり押すのが難しいのかな。うん、まあ、とにかくちょっとね、相撲は俺にはまだ難しいっぽいですね。でもなんか3勝ぐらいになると一気に難しくなるんですよ。なのでそこまではね、うん、なんとか慣れておきたいところですね。いや、でも余裕だ。いけるわ、いけるいける。うまいこと、パラディン、いやいや、パラディンが、盾になってくれてるわけでもないんだけどね。あ、でも全然、いけるね。パラディン HP 高いよね。あ、やばい。ザコ出てきた。まずはザコからだよね。危ない。あ、やばいやばいやばい。あ、でも全然やばくもないな。意外と余裕。あ、やっぱり上のね5種のボスはそうもないな。これいけるぞ。もうちょっと倒せるっしょ。いけたやんいけたいけたいけた、倒せましたよ。 OKOKOK。 いや多分一番弱いっていうからね、他のやつも行ってみよう。経験値はそう大したことないんですね。あ、で、オーブ系がもらえるっていうことですね。これはありがたいね。これ一日何回もいけるの？あ、いけるんだ。でも、他のボスに行きたいから、はい、やめます。アラグネ倒しましたね。で、箱が開いてるんだよね。どういうことだろうな。もう入れないってこと？あ、いや、入れるな。あ、うん？あ、宝箱は手に入らないんだ。なるほどね。あ、じゃあ、宝箱があるところは、行っていいっていうことなんですね。オッケー、次、マリーン行ってみよう。ジュリアンテが出てくるんかい、もう。ちょっと待って、さっきのやつより絶対強いぞ。ちょっと待って、まずジュリアンテから行こう。2体まさかに出てくるね。おお、でもうまいこと、お、相撲で押さえつけてたね。いいよいいよ。ちょっと待って待って、なんか危ない危ない危ない。ダメだやばい、強い。一気に難易度上がるじゃん。もう終わるでしょうよ。いや強い、結構強い。あ、倒した。マリンも行きました。宝箱が出なかったですね。宝箱は確定じゃないのか。
イッドはなんかすごいな。ちょっと待って、イッドは楽勝だったね。ファバルナ2人いるぞ。何どういうこと。これどう倒そう。うわー、ちょっと待って、ファバルナ結構強かったな。でもいけました。バサグランデは1体だけなんだ。こいつだけがなんか特別強いとか。倒しました。はい、それでは戻ってきました。全部ね倒すことができましたね。とりあえず上の5体これがいけた。だからあとね、次は下だね。下の5体、ここまでがとりあえず倒したいところですね。その下のこいつらになると多分相当強いんでしょう。なのでまずはここまでをなんとか倒せるようにしたいですね。まだレベルは82だし、あとね、これをしなきゃいけないかなと思ったんですよね。職業が、あと魔物使いと道具使い、そして占い師かな?がレベルがまだ低いので、この子たちを上げてパッシブを取る。で、2章の途中で魔剣士にもなれるんだよね。なので、魔剣士もレベルを上げてパッシブを取る。まずはそれをやってみようと思います。パッシブ取るとだいぶ強さが変わってくるんでしょ。まずはそれからやっていきます。今日はアップデートなんですけども、俺には全く関係はないみたいなので、まあぼちぼちと進んでいきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。